時刻は午後7時になりました。ここからは愛知県東海市にあるメディアス FM から生放送でお届けするビートアラウンド834サテライトフラッシュ。毎週木曜日の担当は名古屋大須から全国に超絶元気発信オスオスアイドルの OSU がリモートでお届けします。今日の担当は OSU の赤色担当夏美こと佐々木夏美と、ピンク担当リンリンことコーダリンと、青色担当青美奈こと青井美奈とです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでなんと、はい、今日のサテライトフラッシュは、はい、青井美奈とちゃんが初登場でございます。わー、イエーイ初めてのね、はい、メディアス FM ビートアラウンド834ということで、はい、青美奈さん意気込みを一言お願いいたします。はい、リモートでちょっと一人で緊張して不安なとこがたくさんあるんですけど、うんうん、これからたくさん話していけるように頑張りたいと思います。そうだね、はい、頑張ろう、一緒に頑張りましょう、はい、でも本当にこのラジオを通していろんなことをメッセージを通じてね、ファンの皆さんだったり聞いてくれてる皆さんとコミュニケーションを取れる場なので、なんかこう、はい、いっぱいやってると、はい、ファンの人と仲良くなれてる気持ちにもめちゃくちゃなれるし、うん、お話楽しくなるから、そう、これからいっぱい一緒にやっていこう。はい。で、青美奈のことをみんなにねいっぱい知ってもらおうね。はい。はい、頑張っていきましょう。はい、最近の OSU はと言いますと、先日、はい、新曲を発表しまして、はい、はい、そうですね。ね、恋するカヌレっていう楽曲なんですけど、はい、この曲の歌詞を、はい、今日出てるメンバーで言うと私、佐々木とリンが、はい、あとは今日は出てない高田芽衣ちゃんと山本さなちゃんの4人で作詞をさせていただきましたね。はい、そうなんですよ、実は、うんうん、初めてやっちゃいました作詞をね。私もでもこんな、なんか前にもメンバーで作った曲はあるんだけど、ここまでがっつり参加させてもらったのは私も初めてなので、そうですよね、うん、はい、すごい。でもみんなでなんかちょっとめちゃくちゃ楽しかったです。いろんなワード出し合いながらね、楽しく作ったんですけど、はいはい、やっぱ他の OSU の楽曲とはまたやっぱり違う雰囲気になったよね。違いますね。はい、そう思います。めちゃくちゃなんか青美奈がさ、はい、うんうん、青美奈がすごいダンスがね得意じゃないですか、はい、上手だから、はい、なんか青美奈のその踊る雰囲気にすごい合うなって私個人的にめっちゃ思ってて、この曲。ああ、確かにですね。そうそう、だから思います。なんかメンバーが制作に入った楽曲でこう新しい子たちもいいところがいっぱい見せれていったらいいなって私的には思ってて、はいはい、でその楽曲が昨日 YouTube にライブ映像が上がったんですけど、はい、はい、なんとこの放送が終わって30分ぐらい後に練習の様子が YouTube で上がるので、そうですね、ダンスラクティスが上がる予定、上がるかもなので、上がるかも上がるかも言っていいか分かんないけど上がるかもなの なのでみんなね、ちょっと楽しみにしていただけたらなと。今日はライブとかないですけど、はい、はい、オスラバの皆さんにおたかつしていただける一日となっておりますので今日もね、はい、私たち OSU とたくさん楽しんでいきましょう。はい、はい、はい、この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。今日のメッセージテーマはこれからやってみたいことです。メールはメディアス FM のホームページにあるメッセージボタンから、またメディアス FM の専用アプリからもお送りいただけます。アプリのダウンロードはメディアス FM のホームページからどうぞ。それではここで一曲お聴きいただきましょう。 OSU でラン&ラン。時刻は午後7時6分です。愛知県東海市にあるメディアス FM から生放送でお届けするビートアラウンド834サテライトフラッシュ。毎週木曜日の担当は OSU がこの後午後7時30分までリモート生放送でお届けしていきます。ということで今回のテーマはこれからやってみたいことですが、たくさんのメッセージがありがたいことに届いたので、はい、早速青美奈から読んでいきましょう。お願いします。はい、ラジオネーム雲に乗りたいさん、夏美、凛ちゃん、青美奈、こんばんは。こんばんは。
今日のテーマ、これからやってみたいことですが、これからやってみたいこととは少し違いますが、これからもやってみたいことはアイドルオタクですね。もちろん OSU のオタクですよ。毎週仕事で疲れていても、推しメンに会えると癒されます。ちなみに、OSU の推しメンはりんちゃんです。これからも頑張ってください。そして、たくさん元気をください。応援しています。とのことです。ありがとうございます。りんちゃん推し。嬉しいですね。え、誰だろう？嬉しいね。乗りたい。乗りたいんだ。誰なんだ。すごい。初めてですね、多分くれたの。ありがとうございます。そうなの？初メッセージかな。ありがとうございます。そうだと思います。嬉しい。ありがとうございます。ラジオにメッセージ送るのって、ちょっとなんか、1回目初めて、1回目って、ちょっと緊張するというか、なんか。あ、わかりますわかります。1個壁があるからさ、その、ハードルを乗り越えてきてくれて、本当にありがとうございます。はい、嬉しいよっと。これからもいっぱい送ってほしいね。はい、送ってください、毎週。これからやってみたいことというか、これからもやってたいことがアイドルオタク。やってみたい。すごい。いい、嬉しい。ですけど。はい、アイドルオタク。青みのさ、アイドルオタクだよね、はい。そうですね。そうだよね。すごい、はい、なんかイメージある。そうですよね。OSU に入る前から、なんかアイドルオタクのイメージがある。はいはい、そうですね、うん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 、結構時間があるときはライブに行ってます、うん、ああそうなんだ、そうなんだ、はい、今でもやってるんだ、今でも行ってます、昨日、それは嘘だ嘘つ、嘘は誰だよ、一昨日ぐらいに一昨日に行きました、めちゃめちゃ最近じゃん、そうなんだ、はい、いいね、なんかもう OSU メンバーでは卒業しちゃったんですけど、斉藤めぐちゃんのめちゃめちゃファンでもともとすごいそれのイメージがあって、はい、私すごいなって思ったのが、はい、OSU の衣装で髪飾りが担当カラーの衣装があるんですよ、うん、あるんだけど、はいはいはい、その衣装の髪飾りを自分で再現して作ってて、青みなが、はい、はい、すごい、それをさ、青みな今バッグにつけてるじゃん、はい、それ見て、え、なんで髪飾りここについてんだろうって思ってそしたら本当のやつじゃなくて、青みなが自主制作したやつで、もう本当に本物だと思って、マジでそっくりに作っててすごいなって思ったのすごい、マジですごかった、嬉しい、あれも本物だよね、ほぼいや、あれ本物だと思いますよマジ本物だもん、なんかそういうところすごいよね、そのさ、才能が、うん、器用さももちろんなんだけどさ、オタク力がすごい。そうですね。そこまでするんだっていう。すごい。うんうんうん。なんかやっぱね、上手にオタクしてますよ、青みなさんは。はい。ね、でもやっぱね、オタ活は日々の活力になりますのでね。はい。共に乗りたいさんも、今後も OS をよろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。じゃあ、続いての。メッセージご紹介したいと思います。ラジオネーム、ももたどんさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。なつみんさん、りんちゃん、あおみなちゃん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。時間とお金があればですが、歌のレッスンを受けてみたいですね。うまくなって、カラオケで高得点を取りたいです。とのことです。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい。歌のレッスンね。歌のレッスン。ボイトレ。私たちがやってるやつですね、ボイトレ。やってますよ、やってます、やってます。はい、ボイトレはでも、やっぱ本当に継続が大事だと思う。そう思います。そうですね。ね、はい、その、なかなか結果がすぐ、こう、わかりにくいから、はい。いや、マジで、はい、もう やってみたいと思うんだったら、本当に早くやった方がいいと思うし、早くそうです、ね、始めたかったなってすごい思うから、何これ、別にプロになる指導じゃないけど、カラオケで高得点を取りたいんですね。うんうんうん。でもやっぱ、自立もですよね、ボイトレは。自立も、自立もですね。自立もです。高得点取りたいなら、やっぱ、早めに始めて、もう、1年ぐらいやってから。明日から。うん、明日から始めましょう。リンに教えてもらってください。いや、教えますよ、大友さん。来てください、教えますので。リン先生、お願いします。はい。
はい、ということで続きましてラジオネームお刺身くんからいただきました。これからやってみたいこと、それは料理です。全然料理できない人間ですが、暇つぶしに TikTok 見てると簡単で美味しそうな料理の動画で流れてくるので、トライしてみるのも楽しそうだなと。なのでこの週末ぐらいに今話題の暗殺者パスタ作ってみようと思ってます。3人は普段料理ってされますか、とのことです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。料理ね、はい、料理する人いますか、この中で。私たち全然しないです、しないですね佐々木もしないです。そうなんですよね、あのマジでしない。お母さんがいるので全部任しちゃいますね。一人暮らししてないので、はい、まあ、そうだよね。学生メンバーだったり、まあ、この間まで二人ともね、だってもう高校生だったから、はいはい、そうなんですね。あんまりしない生活だよね、多分大概。そうなんですよ。そうです、ね、任せちゃいます全部。私ももうね、いい大人だけど全然料理しないんですけど、あ、青みがバレンタインに、はい、OS、 まだ OS 入ってなかったけど、はい、ボイスメンバーにもバレンタイン作ってきてくれたじゃん。はい、あ、そうだ。はい、料理、お菓子作り。あれは料理じゃない。料理だよね。お菓子作りは得意なの。そうですね。バレンタインは絶対何かしら作ってます。うんうん、いやもう料理する方でいいよ。はい、そう思いますね。で、そう、めっちゃ見た目も可愛い、すごい美味しかった。めちゃくちゃ美味しかったです。ね、よかったです。得意って言っていいと思うよ。かわいい、はい、お菓子作り得意です。めっちゃかわいい。そうですね、うわー、いいね、言いたい、ね、言いたい、ね、でさ、お菓子作りメッセージにさ、暗殺者パスタってあるけど、これ知ってる？何も知ってない、何これと思って。何ですかこれ、あるのかな、流行ってるのかな、なんかすごい美味しいですかね、なんかあ、もうなんかもうね、それぐらい美味しいってことだよねですかね。かなって思う。ちょっと OS 流行りに疎すぎる。そうですね。いやー、お刺身くんまた教えてください。はい。お願いします。お願いします。ありがとうございます。続いてのメッセージいきますか。はい。ラジオネーム、アポロガイストさん。OS の皆さん、こんばんは。ビン、ん？こんばんビン、青夏みんさんです。むずい。こんばんは。今回のテーマですが、これからやってみたいことは、仕事終わりの映画鑑賞です。映画は昔から好きなのですが、オタ活に偏りすぎていて、なかなか映画館に行く機会がありませんでした。しかし、先日仕事帰りに新仮面ライダーを見に行ったところ、夜はお客さんも少なく快適に見られたので、今後も時々仕事帰りに見に行きたいと思うようになりましたとのことです。ありがとうございます。ありがとうございます。映画鑑賞いいですね、めっちゃいい。はい、でもいいですけど、オタ活に偏りすぎていてって言ってるんで、いや、オタ活はあの偏りすぎてていいのでやめないでほしい、ね、じゃあ分かった、佐々木から提案しましょう。何、はい、ですか。みんなで OS と一緒に映画を見る、はい、ああ、いいですね。どう？どうしましょう。めっちゃ時間かかるけど。そうすればおたかつも映画鑑賞もできますもんね。そういうことよ。で、一緒に映画館行きましょう。楽しそうじゃない、でも。え、絶対楽しいですよ。そうですね。エックスホールのスクリーンに映画映して、みんなでポップコーン用意して見る。めっちゃいい。やりたいです、めっちゃ。楽しそう、めっちゃ。ファンミとかでやりたいですね、それこそ。めっちゃ長い、めっちゃ長い。そうですね、1時間どころじゃない。うん、1時間どころじゃない。短いのしか見れない。そうですね。か、もう分けるか、もう前編後編。あー、間に休憩挟む。あ、いいです、めちゃとかだね。いいですね、そうしてもらって。いい、楽しいわ。そういうなんかオフ会っぽいイベント大好きなんだけどさ、はい、そういうのなんか変わったやつやりたい。やりたいですね。あんまやってないのでそういう系。ね、やりたいです。いいな、はい、映画鑑賞いいな。私も映画見たくなってきた。見たいです。見たいですね。うんうん、ちょっといろんなイベントをね、提案してみましょう。はい。そうしましょう。行ってみます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。続きまして、ラジオネームしんさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。
OSU の皆様、お疲れ様です。こんにちは。こんにちは。これからやってみたいこと。まずは体調を整えた上での話ですが、楽器やってみたいんですよね。おー。特に EWI っていうサックスのシンセサイザーなんですけど、皆様は得意な楽器とかありますか？大忙しの皆様、体調を整えて臨んでくださいね。応援しております。とのことです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。知ってる、リンこれ。知ってます、知ってます。知ってるんだ、みたいなのちょうど、なんかこの前、TikTok みたいの見てたら、出てきて、シンセサイザーって何？と思って、なんかでも、なんかピアノのシンセサイザーとかもありますよね。なんかあれだ、電子っていうか。あ、そうです、そうです。はい。なんか、まあ、あんまよくわからないんですけど、なんか見ました、サックスのシンセサイザーを吹いてる人がいました。現代すごい。すごいですよね。楽器もなんか電子になるんだ、みたいな感じですね。びっくり。楽器やってたメンバーいる？はい。これできるよ、やってました。何ができる？私、小学校の時に、うん、あの、吹奏楽部入ってて、うんうん、トランペット吹いてました。リン、トランペット吹いてたの？そうなんですよ。そうなんだ。めっちゃ意外ですよね。意外。ぽくないって言われます、めちゃくちゃ。でも、なんかね、金管っぽい。金管楽器っぽい、リンは。本当ですか？嬉しいです。なんとなく。そうなんだ。そうなんですかも。なんか市の、なんかお祭りみたいなんでめちゃくちゃ吹いてました。今は吹けるの？吹こうと思ったら。今は吹こうと思ったら多分吹けます。すごい。まあでも楽器ってね、毎日やらないとね、あれだもん、落ちるもんね。落ちますね。一週間やってないだけで忘れます。できなくなっちゃうもんね。青みのなんかやってた？いや、もう全然楽器できなくて。うん。あら。本当に、もう、リコーダーぐらいですよね。リコーダー、トライアングル。はい。カスタネット。カスタネット。あんまり。小学校。みたいな。そうなんだ。音楽の教科書に出てくる系のやつはできると。なるほど。ちょっと、リンがトランペットは意外だったわ。そうなんですよね。知らなかった。夏美さんは、なんか弾けますか？夏美さんはね、いろいろやってたけど、ピアノは10年ぐらいやってて、やめちゃったけど、なんか一応先生になれる資格みたいなのを持ってる。けど今全然弾けない。そうなんですか？私も吹奏楽部だったんだけど、あの、打楽器だったからドラムとか、なんだろう、あの、なんていうの、木琴、鉄琴みたいな、いわゆる。とか、ティンパニーみたいな、大きい太鼓とかはやってた。はいはい。かな？すごい。フルートも、なんか一瞬やってたけど、全然吹けないけど。フルート難しいって言いますよね。そう、そう、肩こっちゃう。そう、やってましたね。楽器はいっぱいやってました。意外。全然今できないですけど。忘れますよね。ね、でもね、なんかいいですよね。音楽に触れる機会があるっていうのはすごくいいと思います。そうですね。はい、ありがとうございます。たくさんちょっとメッセージがいっぱいあったんですけど、はい。全部はね、ちょっと読み切れなかったんですけど、はい。あの、はい。全部目を通してますので、皆さん、本当にありがとうございます。ありがとうございました。たくさんのメッセージ、ありがとうございます。それではここで一曲お聴きいただきましょう。OSU で、待ちぼうけダーリン。愛知県東海市にあるメディアス FM から生放送でお届けしています。ビーターランド834サテライトフラッシュ。毎週木曜日の担当は OSU がリモートでお届けしてきましたが、もうお別れのお時間でーす。早いねー。早いですね。早いです。今日もね、たくさんメッセージをいただいて、さっき、はい、あの、パスタの話あったじゃないですか。はい、ありました。はい。で、あの、グルメつながりでもう一個だけちょっとメッセージご紹介したいなと思います。はい。それでは、ラジオネームひでさんからいただきました。佐々木夏美様、郷田凛様、青井湊様、こんばんは。こんばんは。こんばんは。これからやってみたいことは、激辛チャレンジです。名古屋で一番辛いものって何なんでしょうか？とのことです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。おー、一番辛いもの。名古屋で一番辛いもの。って言ったら、でもやっぱ、店の台湾ラーメンじゃない？そう思います。めっちゃ辛いよね。王道ですよね。名古屋といえば。王道ですね。美味しいけど辛い。はい。この前食べたんですけど、もう、うんうん、なんか忘れてて辛さを。うん。
そうそう、なんかもういけるっしょみたいな感じで食べたらもう涙止まらなくて。ね、わかるわかる。目赤くなるよね。はい、充血しましたもん。やばかったです。でも美味しい。はい、美味しかったです。でも美味しい。でも辛いの苦手な人用に、あの辛くない台湾ラーメンとか、はい、好きな人にもっと辛いやつとかもあるらしいんで、皆さん、はい、来た時はぜひ台湾ラーメンチャレンジしてみてはいかがでしょうか。はい、はい、それではここで OSA から告知があります。はい、4月22日と23日2日間東京でクロフェスがあります。皆さんぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。お願いします。そして5月4日木曜日に TIFF 2023決勝選抜ライブが大阪で行われます。皆さんぜひ大阪にも一緒に行って応援してくださると嬉しいです。詳しくは OSA の公式ホームページをチェックしてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日もたくさんのメッセージをいただきましたが、お時間の都合で全てはご紹介できなかったんですけども、ラジオネームだけでもご紹介します。福岡のともしげさん、ありがとうございました。それではありがとうございます。それではここで来週のメッセージテーマを発表したいと思います。来週のメッセージテーマは小さい頃の夢はです。メールはメディアス FM のホームページにあるメッセージボタンから、またメディアス FM の専用アプリからもお送りいただけます。アプリのダウンロードはメディアス FM のホームページからどうぞ。またこの放送はメディアス FM の YouTube チャンネルにアーカイブとしてアップされます。メディアス FM YouTube で検索してぜひチェックしてください。それではこの後は再び犬飼康平さんのビートアラウンド834でお楽しみください。それでは来週のこの時間にまたお会いしましょう。ここまでのお相手は OSE の佐々木夏実と甲田凛と葵美里でした。最後はこの曲でお別れです。 OSE で Take